パチュ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 パ。え、ママ何してんの？ちょっとママ！にゃー、ママダメだ！やめろ！今すぐそれを食べるのをやめろ！何よ太郎ちゃん、どうかしたの？そのチューペットを食べるのをやめろ！なんでよ？音が、まんま ASMR が僕の脳をバグらせるんだよ！何？音がダメなの？そうだよ、音がダメなの！じゃあ、これでいい？おんぎゃあ、ダメ！ダメだ！その子、ジボッポポポポポポポ、ダメ！え？ボボボボボボボ？違うよ！てか、ママ好きだね、ボボボボボボボ。この前も言ってたよ！なんでダメなの？太郎ちゃんのために、チパチパやめたよ。ジボボはチパチパよりダメ！ああ、そんなこと言ったらチューペット食べらんもん。だから食べないで。ママは今後チューペット食べないで！そんな…せっかく太郎ちゃんと一緒にチューペット食べようと思って買ってきたのに、太郎ちゃん、ママと一緒にチューチューしたくないのね。したいよ、ママと一緒にチューチューしたいに決まってんだろ。そうなの？チューチューしたいの？したいよ。ママ嬉しい。でもダメだよ、今は一緒にチューチューはできない。なんで、なんでそんなこと言うのよ。それは、今一緒にチューチューしてしまったら最後、もう普通の世界に戻ってこれなくなるからだよ。普通の世界に戻ってこれなくなる？そうだよ、だからママと一緒にチューチューはしない。太郎ちゃんは意地悪な子ね。意地悪？そうよ、こんなにも暑いのに、せっかく一緒に食べようと思って買ってきたチューペットを食べるななんて、太郎ちゃん意地悪。あー、ごめんママ、そんなつもりじゃなかったんだ。でもこれ以上チューペットを食べられたら僕のチューペットが夏を迎えちゃうんだよ。太郎ちゃんがそこまで言うなら、じゃあママチューペット食べるのやめるわね。本当に？うん、やめる。でも暑すぎて、あ、汗をダクダクかいちゃうかも。汗をダクダク、やめろやめるんだ。その白いタンクトップで汗をかいたら、ママのママがありのままの姿でまんまみーやしちゃうじゃないか。何わけのわからないこと言ってんの？太郎ちゃんはどうしてほしいのよ。チューペット食べない方がいいの？うん、チューペットを食べるのはやめてほしい。でも汗だくになるのはもっとやめてほしい。わかった。じゃあ今日のおやつは変更にしましょう。本当？ごめんねママ。いいのよ、太郎ちゃんの頼みだもの。それでおやつは何にするの？今日のおやつはたっぷり冷やしたチョコバナナに変更よ。それも絶対ダメー。